こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーで藤の花を作っていこうと思います。昔ね、一度作ったんですが、その時はかんざしだったので、今回はね、こんな感じで28番のワイヤーではなかった、30番でしたね。細いワイヤーですね。 1.5 センチゲージに2回巻きつけて、溝に通してワイヤー引っ張り上げてねじって留めます。それからですね、こんな形ですね、少し2枚を重ねた部分を作ってフリルを入れた感じに、作っていきます。次 1.5センチゲージですね、こちら3回回します。で、広げて真ん中のものを下に、出してあげてですね、上の2枚は先ほどと同じように、で、下の1枚は平ヤットコを使ってこのようにね曲げてあげます。で、こんな形の花びらを作ります。これがセットですね。で、今から作るのは下の方のね、つぼみというか少し小さいお花なんですが、これは 1.5 センチゲージでも同じように作ります。2枚の花びらを少し開いた形で、こんな形ですね、作って、船のような形ですけど。で、葉っぱの方はですね、2センチゲージと3センチゲージぐらいでいいですかね。28番のワイヤーですね、グリーンワイヤーで、葉っぱの形に整えてあげると、こんな感じの細長い葉っぱですかね。で、ちょっと整理してたらですね、レジンで着色したリップ液が固まっていて、残念なことにこの子はもう使えないということでね、こうなってしまうとね、薄め液で薄めても治らないので、もう処分しかないですね。何が悪かったのか、ちょっと、もしね、分かりの方がいらっしゃったら、コメント欄にお願いします。ということで、今回はですね、混ぜました。もともとのあったバイオレットも少しねクリアで混ぜてあって、こちらはね1センチゲージの、あの3枚で作った特殊なちょっと形の花びらですね、こちらをリップしていきます。こんな形にね、もともとねバイオレットかなり濃いので、クリアを多少混ぜてあげても十分ね濃いですねはい。なので、で、こっちはね、もうほんとクリアが 9.5 割ぐらい、で、本当にちょっとだけねバイオレットを混ぜてあげたという感じのなんですけれども、この濃さですね、はい、乾くとも少しね薄くなりますけど。で、後のね花びらはすべてこの、クリアのほぼを占めているものでディップしていってしまいます。葉っぱはねライトグリーンでいいかなと思います。こんな感じでね、何枚か適当に作っております。よいしょ、絡んでる。はい、で、こんな形です。透明が、これにもね少しクリアをね先ほど硬くなってたのでね混ぜたんですが、かき混ぜてなかったので、はい、かき混ぜました。結果ね、ちょっと気泡が入ってますねもう少し待たないといけなかった。はい、で、乾いたらね、ストレンスナーをつけてよく振り落として、乾燥させてください。ちょっとね、特に濃い方がね赤っぽくなりやすいので、余分な部分はね取ってあげてください。ストレンスだね。で、こんな感じのね、セリアさんで購入した、ハンギングツリーみたいなやつですね、これで作っていくんですが、まずは、先っしょに作った2つの花びらをセットにしていきます。こんな感じですね、内側が濃いの、外側が薄い色のものですね。で、これを大変なんですが、一つ一つフローラテープで巻いていきます。こんな感じですね。はい、で、こんな感じのちっちゃいつぼみも、巻いていきます。これね、ちょっとね、ここがね大変ですね。で、作った数としては6個、これも、これがね 1.5 センチゲージで作ったものですね。で、こちらは、あと混ざってた、で、こちらがね16個ぐらい作ってますね、今回。もう少しね数作りたい方は頑張ってくださいはい、で、同じねサイズの葉っぱ同士を、2本1セットにしてあげてですね、一番上の部分はもうすでに、フローラルテープで巻いてあります。で、途中の葉っぱからはこのようにね継ぎ足しで、途中に添えてあげてフローラルテープで巻いて、葉っぱの形にしていきます。枝っぽくね、仕上げていきます。こんな感じですかね。で、いい感じに開いてあげて、
こういう時ね、よくフローラルテープにね、触った手で触ると、ディップした面がね、指紋がついてしまうことがあるんですが、後でね、ちょっと濡れたタオルなんかで軽く拭いてあげると取れます。大丈夫です。はい。で、28番の今細いワイヤーですね、2つ折りにして中心のね軸として使っていきながら、1センチのこのつぼみからですね、下から作っていってるので、これを、どんどん巻いていきますが、ちょっと難しいところがこのヒヤシンスと違ってですね、藤の花は、ちょっとランダムな感じでね、本来出てるんですよね、花っていうのがね。なので、まあこんな感じに下向きになるので、頭にこうしてね、逆さまにするというか、どうかなバランスをちょっと見てね。なので、そのつける位置は一緒なんですが、その出す茎の長さなんかをねちょっと変えてあげるとまあいいのかなというぐらいで、ただね、なかなかそれも難しいし、あまりねつけすぎていくとこうねモコモコしちゃうのでね、そこがね、まあ、ワイヤーを減らすっていうのもね一つ手かなとはやってみて思いましたね。途中の一回フローラルテープ巻く段階で、ねじったところ以外はねワイヤー1本にしてしまうとか、そういったこともねしてもよかったかもしれませんね。はい。で、少しね花の形整えて、今つけてるのが 1.5 センチゲージで作ったねつぼみの方ですね。1センチが終わったら次は 1.5 センチのつぼみ、そしてここからが、花ですね、咲いているものをつけていきます。はい、こんな感じですね。まあ、作業としては繰り返しですね、間隔を見てうまくつけてあげて、で上の方に行くに従って、そのこの中心の軸から、伸びている枝の長さ、茎の長さというべきでしょうかね、がちょっと長くなるっていうイメージですね。はい。そんなイメージで、まあ、作ってってください。まあ、静岡県なんでね、熊野の長藤なんて有名ですけど、ちょっとね作るのは骨が折れるというかね、さすがに心が折れました。今回これも結構ね数作ってるんで、はい、こんな感じで、あとはね容器がねちょっと足りなかったので慌てて買いに行ったりして。そうなんですよね、新しい色を作れるっていうのもねディップの楽しみの一つではあるんですけどね、その分保存用の容器が必要になるので、色を作る場合はね、多めに容器を用意しておきましょう。で、こんな感じで、なんとかねなりましたね。今これまっすぐですけれども、後でつけた後にちょっとだけね茎をね曲げました、自然な感じにね。で、ここにもうねこの前、ちょっとほおずきの時にねどうするってなったんで、もう今回は直接つけてしまいます。はい、力技ですね。この辺はねどうつけるかとか、どうやっていくかはねお好みなので、今回ね一応葉っぱは2本分作りました、まあ、どれがね、どのサイズかという感じ、まあ、お好みですね、まあ、下の方が少し小さい葉っぱで、まあ、根元をちょっと大きくしたりはしてますが、まあ、こんな感じでねねじって留めて、今これ白のね、スタンドですけど茶色もあったと思うんで、茶色の方がね自然かもしれませんね。である程度つけたらもう接着剤でね私は簡単に止めてしまいます。ある程度形はね、決めてしまいたかったので、この辺でって、もしね揺れる感じがお好みでしたらね花の方はつけないとかでもいいかなと思うんですが、この辺はね止めてしまいました。はい、こんな感じでね藤の花完成しました。ここまでご視聴ありがとうございます。